サーメットといえば国内メーカーというイメージがありますが、ドイツのメーカーであるワルターから DCMT のサーメットチップが新登場しています。新製品がピーシュの材質ということで、シャフト部品の仕上げ加工を想定してテストしてみました。動画の後半では60分間の耐久テストを行い、摩耗状況を比較してみました。それではご覧ください。